石神チャンネル。俳優の石神亮です。ヨミさんです。はい、ということで、熱海にやってきました。めちゃめちゃベタですけど食べ歩きしていきたいと思います。行ってきます。すごい湯気が。あります。あ、おいしそう。そうだね。あったかい。蒸したて。黒糖はちょうどいい。あのね、お饅頭の側がね、うまい。だからこしあんもうまい。こしあんもうまい。こういうとこも。癒しく食っちゃうぐらいうまい。がない分、シラスの味がわかるよ。美味しいよこれ。ありあり。うん。味がついてる。味ついてる。なんかね、普通のご飯には持ち込むみたいな感じ。あ、アワビだね。あっさりしてるよね。うん、でもおっさりしたけど美味しいね。アワビちゃん、しいたけみたいに見える。アワビなんでね、これね。うん、ごぼうみたいなの入ってない。だしが効いた感じの美味しい。あら、あら、まあ、あら、まあ、こんな感じ。小ぶり、小ぶりか、ちょっと、まあ、小ぶりだね。あ、うまっ。醤油とバターなんだけど、うん、絶妙にマッチしてるね。深いの甘みがすごい。柔らかいね、パンが。パンが柔らかい。そう、バターもすごいとろっとしてる。あー、ぐちゃぐちゃになっちゃった。おいしい。パンがね、ちょっとしてる。なんかしっとり系、冷たい、焼きたてかなって思ったら焼きたてではないです。あったかい方が美味しいかも。すごい、バター、あれなんだ、とろとろなんだね。めっちゃ合うじゃん、バターと。バタートロトロだから、すんげえ合う。パン、ほんともう薄皮みたいな感じ。ねえねえねえ、もうあんことバターをもう飲む味だって。あ、そうそうそう。今、うまいな、ちょっとマジで。並ぶ価値あり。ありがとう。ありがとう。ハンバーガーぐらいの大きさない？あるある、結構大きい。おいしい。めっちゃクリーム入ってない？よし、こっちの方が好きかも。クリームがバターの香りがする。めっちゃクリームはみ出てる。クリーム派はこっちだわね。クリームだったら7倍くらい増えるもんね。バンズも柔らかい。重いよね。
ティラミスだ。ふわふわっすよ、中のこのクリームの部分。パン柔らかいし、うん、クリームめっちゃうまくない？焦げた。リベイクしたら焦げた。めっちゃうまい。アールグレイかな。紅茶の香りがすごい。顔よりでかくない？あ、いったね。パリッパリ、うまっ。すごい香ばしくて、さっぱり感じで。うまっ。酒好きなるなる。ビールかな。ビールしょっぱいな。そうそう、結構しっかり味するよね。食べ応えある。ある。深いね。ね。おお、ショートケーキだ。ショートケーキを掘って食べるの初じゃない、人生。クリームすごい入ってる。ポイントがね、しっとりふわふわ。パフェ食べてるみたい。クリーム割と甘めだね。うまい。雪みたいな子みたいな柔らかいお餅でくるまれてる。うわー、伸びてる伸びてる。うわ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 。円形のショートケーキなんだ。これうまいわ。天才じゃない、考えた人。どうですか？